シジミチョウカは、丁目アゲハチョウジョウカ内の一つの分類単位。一般に、成虫は小型で、卵、または、幼虫でえっと、幼虫は小番型である。日本に分布する種は、貴重性の緑シジミ赤、草原性のヒメシジミ赤の2種類に大別される。名前は、シジミガイの形に似た羽の形に由来する。南極大陸を除くすべての大陸に分布する。 多くの赤、俗に分けられ、種類数は6000種を超える。全世界に1万5000から2万種いる蝶のうち40%ほどをしじみ蝶が占めている。成虫の全脂蝶は1から3センチメートルほどで、蝶全体で見ると小型である。成虫の羽は特に突起がなく三角形だが、講子にアゲハ蝶のような細いお蝶突起を持つものも多い。羽の模様は多彩で、種類や オスメスによって異なるが、属によって、大体の傾向がある。また、羽の表と裏では、色や模様が異なるのもシジミチの特徴である。例えば緑シジミや、ルリシジミ、紫ツバメなど、羽色にちなんだ和名がついた種類がいるが、これらはほとんど羽の表側の色を指しており、羽の裏側は地味な褐色や、灰色のものが多い。 成虫は羽を閉じて止まるので、羽裏の地味な色は周囲に紛れる、保護色となる。幼虫は太くて、短い毛虫状のものや、わらじ虫のような形のものがいる。植生も多種多様で、シダ植物、ソテ鉄、菌類、チー類などを食べる種類も少数ながら存在するが、おおむね新芽やつぼみのような柔らかくタンパク質に富んだ部位を食べるものが多い。さらに変わったものでは、 ありと共生する黒シジミ、黒しじみ、ありの卵や幼虫を食べるごましじみやアリのしじみ、アブラムシを食べるゴイシシジミなどもいる。ただし、ありとの共生や、それに伴う密戦などの形質は、しじみ超過の様々な系統で散発的に見られ、もともとは、しじみ超過全体の共有形質であったのが後に、様々な系統で失われたのではないかという説も有力である。 サナギは太陽型で、ビブの鍵状突起と胸の部分のオビートで、自分の体をぴったりと固定する。温帯や霊体に分布する種類は、越冬を行う。蝶は、トガや赤によって越冬する成長段階が大体、決まっているが、シジミ腸の越冬体は、同じ赤でもばらつきがある。多くの赤に分けられる。裏銀シジミアカなどは、独立したトガとして扱われることもある。 日本には、緑シジミアカ、ヒメ姫シジミアカ、ベニシジミアカ、アシナガシジミアカ、ウラギンシジミアカが生息していることが知られている。一部の種は絶滅危惧種に指定されている参照。このうち小笠原諸島の固有種である小笠原シジミは、多摩動物公園で保護、増殖が進められていたが、2020年8月25日に、これらが全滅し、絶滅したとされる。 ありがとうございます。